らドリームマートですね。こちらスーパーみたいです。ここに来ました。あ、マッコリ売ってますね。生マッコリ、あ、これお店で飲んだやつだ。これ1日目お店で飲んだやつですね。確かいくら1700ウォン、150円ぐらい、150、60円。ことをおすすめしております。ごめんなさい、日本の方、はい、そうです、ですよね、はい、そうですよね、はい、びっくりしました、めちゃくちゃ日本語じゃあこれください、はい、もう長いんですか日本は。あ、そうですね、日本じゃない韓国は、15年近くになります、ね、母親へのお土産でパックを買いたいと思います。8500ウォンだそうです。有名人が来たんですかね。結構いろんな写真が貼ってあります。こちらのビューティープレックスかな、ビューティープレックス、ここのお店で、パックを買いました。お土産ですね。結構安かったです。女性の方おすすめなんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと呼び止められたんで、立ち寄ってみました。すぐ斜め前にもララマートっていうスーパーありますね。ここはどうだろうな、安いかな。ビールがあれですね、ボトルで売ってるんですね。これペットボトルです。今回結構飲んだカスビールもあります。1リットル 1.6 リットルで5500ウォン、安いな、買い得。いっぱいお菓子売ってます。ポッキー売ってますね。1400ウォン、130円ぐらいかな、130円。ポッキーいろんな味あるな。これなんだろう、あ、ブルーベリー、抹茶、これはイチゴかな。すごいサムゲタンも売ってますね。これ肉も入ってるんだ。このまま温めるだけで食べれるんですね。開封せずにそのまま沸騰したお湯に入れて15分温めて器に移して完成です。すごい便利。あ、カレー、3分カレー、日本のレトルトみたいな感じですね。いろいろある、面白い。調味料類とかドレッシングも、ドレッシングとかもいいかもしれないですね。いや、牛カルビのソースとか、日本にはない味が楽しめるかもしれないですね。スパムみたいなのもあります。スパムだ。4200ウォン。韓国のりもたくさん置いてあります。安いですね、2400ウォン。こちら2200ウォン、メーカーが違うのかな。これ買ってみたいと思います。何個かスーパーマーケット見ましたけど、ここはなんか食品が結構安い気がしますね。ここでお土産を買いたいと思います。キシリトールのガムも売ってます。3200ウォン。これよく見かけますね、ヨーグルトジェリー、グミかな、1800ウォンですね。こっちは1200、あ、グラムが違うんだ。こっち83グラム、こっち50グラムです。ストロベリー味もあります。正直海苔の種類もたくさんありすぎてどれがいいのかわかんないですね。ふりかけみたいな感じの海苔ですね。これはもうこれはお好みで買う感じです。こっちも全部海苔か、全部海苔だ、すごい。
全部海苔ですね。こんなにあります。こっちも海苔スナックもありますね。焼きとうもろこし味。ここ本当日本語が書いてあるんですごい便利です。買いやすいですね。はい、こちらのララマートで、買い物しました。お土産をたくさん買いました。何個かスーパーもありましたけど、このスーパーは説明書きが日本語があるのと、あと食料品も比較的安い気がして、おすすめですね。お土産を買うにはいいと思います。ホテルからも近いですね。便利です。お土産買ってホテルに戻ってきました。11時半です。12時チェックアウトなんで、用意して出たいと思います。